皆さんおはようございます。津山の4月2日の朝でございます。さてこれからどこへ行くんでしょうか。あの現場行きましょうか。現場と言いますと、コーヒーのハウスの現場にちょっと、はい、あのお連れしてみようかなと。なぜに津山でコーヒーの、なぜに、うん、これ話をすると長くなりますけど。なるほど。でも津山ってコーヒーの発祥、コーヒーという名前の由来ですね。由来を作った、名前の由来を、はい、はいはい、ある由来のある土地ですね。少ないですね。コーヒーっていう言葉は津山がまあ由来になっていると。津山の昔のね、学会のお医者さんですね、はいはい、が考案したという歴史があるという、うん、だからここも含めて鳥取とか結構コーヒー文化だったりするので。そうですね、コーヒー鳥取もそうですね。生コーヒーって有名なところがあったんですよね。知ってますよ。それはちょっとコメントを避けますが。そうですか、はい、ということで現場行きたいと思います。行きましょう。はい、ということで津山市内からどんどん山を上がっていきます。ここは我が家のコーヒーハウスでございます。昨年の何月、2月にかけて、7月、5月に植えました。約1年経ちますね。もう2メーターぐらい、大きな2メーターぐらい。これがものになるまでにはあとどのくらいかかるんですか。あと、まあ、来年ぐらいからちょっとずつできてきますけど、まあ、2年後ぐらいですね、しっかりと、はい、でも2年後に自分の納得のいかないものになる可能性もあると。ありますね。どれだけいいものができるかはやってみないと分からないというところありますけど、行ってみましょう。こういう、ここカフェにしたらどうですか。ここを改装してカフェにしたら、それもいいですね。ええ、本当ですか。使ってない、使ってないですか。え、俺がカフェやりますよ。公開のですね。このまま行っちゃっていいんですか。大丈夫ですか。この内張りが開く。これも自動で設定をしたら、まあ、これは時間で設定なんだけど、で外の巻き上げはこれは温度設定で自動で開閉して中の空気を入れ替えたり。これはどのくらいの温度にしておくのがいいんですか。20度前後ですね。で一応加減は15度キープというね。で最悪10度は切らないようにというのが基本で言われてます。これはどのぐらいの大きさなんですか。これ最終的には2メーター以上になります。だからこの内張りのもう引き輪ぐらいまではいきますね。だから伸びすぎるとてっぺんはちょっと剪定をして横へ広がるようにします。大きいのは向こうの方に大きいのは、はいはいはい、できます。で個体差があるんで成長のスピードがちょっと違うんで今はこういうバラバラになってますけど、だこれからだんだん調整していくってことですよね。そうです、うん、今年はもっと一気にガッといくと思います。一旦は大きくしてで選別してこう。そうです。はあ、ちなみに1本の木からどのぐらいコーヒーが、1.5 キロから、あ、豆にした状態で 1.5 キロから、まあ、マックス2キロぐらいでしょう、うん。ちなみにどこにどうなるんですか。あ、でそこなるほど、一応なってるんだと。あ、なってるんですね。はい、今年はまだ鉢植えから移植して1年未満なので
まだ成長の方に一生懸命あの木が行ってるんで、実の方にはあまり栄養がいかないので、まあ、できてますけどまだ赤くはなりきりません。でできているのがありはず、これも自動で回すようになる、ここです。おう、こんな風になるんですね。これが赤く変わっていきます。で完熟した状態での収穫になる。でそれをまあ手で一個一個摘んで、一気に赤くならずに、一つずつこう赤くなっていくんで、その赤くなり次第取っていくという感じなんで、収穫期間は1ヶ月ぐらいあるとこうやって進んでますね。まだ体験してきたことないんでまだ分かんないですけど。こちらにナンバー1末広様とはございますが、はい、一応仮予約させてもらってますので、オーナー制で、オーナー制ですね、私用に。ありがとうございます。値段はまだ値段が決まってないという恐ろしい状態ですが